クロップが就任した時のリバプールスカッドがエグすぎた。クロップ就任時のスカッドなかなかにヤバくてくさ。ここからあのチーム作り上げたのすごすぎるな。オリニってそんな前からいたんか。クロップの功績のデカさがよくわかる。そこからマネサラ・フィルミーノ、ダイク、ロバートソン、ファビーニョ、アリソンってセスアール補強連発して短期間で欧州トップクラブに引き上げたクロップは神としか言いようがないんだ。ミルナーのポジション底やったんかわら。コウチーニョが爆発してた時が懐かしい。クロップの人を見る目が確かすぎるんだ。この時にリバプールにクロップを呼んだフロントが一番優秀な件。いや、ほんとクロップほど魅力的な監督っていないよな。